中西学部、中西学部、中西学部、1967年1月22日体は、日本の男性プロレスラー、元アマチュアレスリング選手、1992年、バルセロナオリンピックフリースタイル1 0 0ラム級、日本代表、京都府京都市出身、血液型 A 型、新日本プロレス所属、宇治高等学校、現、 立命館宇治高等学校専修大学卒業。宇治高等学校時代からレスリングを始め、1989年から全日本レスリング選手権大会4連覇を達成する。専修大学卒業後は、和歌山県庁勤務を経て、1991年4月に東根クラブに入団。1992年。 バルセロナオリンピックフリースタイル 100kg 級に出場した後、同年8月に新日本プロレスに入団した。同年10月13日、新日本が主催するスーパーグラードタグリーグにて、藤並達次とのタッグで出場。東大阪市立中央体育館大会の公式リーグ戦で、スコットノートスーパーストロング、マシグミを相手にデビュー戦を飾った。 デビュー以後しばらくは、アマレスタイツにヘッドギアという出立ちで試合を行い、前座戦線で活躍。1995年3月にヤングライウォンハイで優勝すると、同年7月よりアメリカに遠征して、WCW に参戦。若手時代の中西は特に、マササイトに可愛がられ、遠征先では、世界に通用する男だから世界に通用する、グネームを使えと、現地。 WCW では斉藤から直々に命名された黒沢、黒沢のリングネームで日本人ヒールとして活動。カーネル・ロバート・パーカーをマネージャーに迎え、スティング、ロード・ウォリアーズ、ランディ・サベージ、アーン・アンダーソン、ディック・スタイナー、ダイヤモンド・ダラス・ページ、ザ・ジャイアント、ディック・フレアーなどのトップ選手と対戦した。1996年9月に外戦帰国。 1997年に、小島悟氏と,とのタッグ、ブル・パワーズとして、E1 ウップタッグ王座を獲得するなど、詳細区なしの直線的なパワーファイトで、タッグ戦線を中心に活躍。一方で、G1 クライマックスに1回戦敗退で終えるなど、シングルでの戦績は不振に陥っていたが、1999年の G1 では公式リーグ戦をトップで通過して、決勝トーナメントに進出。 準決勝戦で橋本真也を下し、決勝戦で武藤刑事からアルゼンチンバックブリーカーで勝利を収め初優勝を果たし、第三世代として初の栄冠を手にした。その後、同世代の長田博史と共にイーワグップタッグ王座に二度目の大冠を果たすと、同じく同世代の天古寺、天山広吉小島聡と構想に明け暮れ、幾度となくタイトルマッチで対戦していった。 2000年3月28日に、長田、ブライアン・ジョンストン、吉江豊、福田正一と共に格闘集団 GX を結成。本体内の独立した軍団として、長野正弘が率いる、チーム2戦闘と構想を展開した。中西はこの頃に、P-4M というメッセージを発信し、問題、プログレムに耐える、プットアップことにより、願いが叶う。 ポッシブルことを約束される、プロミスという4つのピー化なるもので、これを意味する手のポーズを披露していた。その後、中西は6月の日本武道館大会で、佐々木健介の保持するイーワグップヘビー級王座に挑戦、同年、G1 では決勝まで進出するに至るものの伊豆も敗北を喫した。G1 閉幕後、自らの問題を再確認すべく9月シリーズの 全工業にてシングル8番勝負を観光し、見事全勝を収めた。2001年7月20日、札幌ドーム大会にて、プライドのゲイリー・グッドリッチと対戦。グッドリッチのパンチをまともに浴びいてしまい、TKO 負けを喫し惨敗した。打撃に習得を目標に、過酷な練習を重ね、9月16日の名古屋、レインボーホール大会にて再び、グッドリッチと対戦し、 フロントスリーパーで勝利を収めた。2002年2月、フロリダ州タンパのカール・ゴッチと対面し、ゴッチの得意技である、ジャーマンスープレックスを伝授され、3月17日、愛知県体育館にて、ジャイアントシーンを、ジャーマンでピンフォール勝ちを収める快挙を遂げた。4月には、吉江と共にプロレスリングノアに参戦し、GHC タッグ王座に挑戦。 10月東京ドーム大会では、新日本 VS 外敵軍のシングル7番勝負の、トリで、ボブサップと対。12月には、西村治虫、吉江とのトリオで、トライアスロンサバイバーに出場し、決勝戦で、長田マイク・バートンジム・スティールと対戦。長田から、ジャーマンスープレックスホールドで勝利を収め優勝を果たした。2003年6月29日。 フェグ主催の K1 ビスと E で K1 ルールに初挑戦。同じく K1 初参戦であり、アマチュア相撲出身の TOA と対戦するが、TOA の 1R 右フックで KO 負けを喫した。シングルプレイヤーに転向することを宣言した中西は、本体を離脱し、反対制派移り、一匹狼となって、海賊、パイレーツを名乗って暴れる。 短期間ながらウルティモドラゴンとタッグを結成。その後は、長野のチームに合流し、ニュージュラシックパワーズとして、スコット・ノートンともタッグを結成。短期間で、野人海賊ソルジャーへとギミックチェンジを繰り返した。2005年からは、同じくレスリング出身であり、中西と県営の中である、長田、剣道家臣、藤田和幸とチームジャパンを結成。 翌年の新日本のユークスコ会社化に伴う、長期事務所との提携会による藤田の離脱まで活動した。2006年5月31日、01マックスでのタッグマッチで、大森隆夫との試合後、中西は大森の実力を認め握手を求めた。一方、大森も中西の実力を認め握手を交わし、タッグチーム、ワイルドチャイルドを結成。6月24日、ディファ。 有明大会で、ウィンターコンチネンタルタッグ王座を保持する佐藤浩平西良にと対戦。合体技、ワシントン条約で大森が祭から勝利を収めて、同王座をダッシュ。7月17日、新日本月間、グリーンドーム大会では、e ワーウップタッグ王座もダッシュするなど、団体の垣根を越えたタッグチームとして活躍た。2008年1月1日、 01高楽園大会の試合中、大森のフロントハイキックが中西に誤爆したのが、発端となり仲間割れ。試合に敗北した後、大森に対して決別を宣言を下した。この騒動をきっかけに新日本ベセロ1マックスの全面対抗戦に発展。中西は元パートナーの大森と交渉を繰り広げていき、3月2日、01高楽園大会にて大森と対戦したが、 アックスボンバーに敗れ、それでも、同月29日、01札幌定戦ホール大会にて再び、大森とのシングル戦に臨み、ジャーマンスープレックスホールドで勝利を収めて、リベンジに成功。4月6日、01JCB ホール大会で、世界ヘビー級王座を保持する、田中正人と対戦したが、スライディング D に敗れて、王座ダッシュとはならなかった。2009年5月6日、 高楽園ホールにおいて当初予定されてなかった棚橋博士の保持するイーワングップヘビー級王座に挑戦特大中西ジャーマンで棚橋からピンフォールを奪い第51代王者についた中西はこれまであと一歩のところで手が届かなかった同王座に6度目の挑戦で悲願の初体感を果たしたことから実況席で解説の 山本小鉄も人目をはばかることなく、涙を流した。ドミニオン6.20にて、全王者である棚橋とリターンマッチを観光したがこの、試合で敗北を喫した。後、イーワーグップ王座から陥落し、短命政権に終わった。2010年10月に開幕した G1 タグリーグでは、ストロングマンとのタッグチーム、マッスルオーケストラで出場、優勝には至らなかったが、 12月のプロレス大賞では、わずか結成2ヶ月という短期間うちに、プロレス大賞最優秀、タッグチーム賞を受賞した。レッスルキングダム V の舞台で、マッスルオーケストラとして、E1 ウップタッグ王座を保持するバッド・インテンションス、ジャイアント・バーナード、カール・アンダーソン組と、もう一組の挑戦者チームである、ビア・マネインク、ジェームズ・ストーム、 ロバートルード組を交えた3ウェイマッチで対戦するも、試合はアンダーソンがルードからピンフォールを奪い、王座ダッシュには至らず、2月20日仙台大会で、再び同タック王座に挑戦したが、パートナーのストロングマンがピンフォール負けを喫してしまい、またしても奪還失敗に終わった。6月4日、中西はタックマッチにて試合中、井上渡るの放った、 ジャーマンスープレックスを受けて首からマットに突き刺さり、リング上で動けなくなり、病院へ搬送された。検査の結果、中心性脊髄損傷と診断され、命に別状はなかったが、長期欠場に追い込まれ、10月7日に手術を行った。12月24日、6ヶ月ぶりに新日本のリングに上がり、ファンに向けて挨拶を行った。その後、バックステージで、 坂口誠二と共にインタビューを行い、同年の G1 出場を焦るあまり、言えないうちに練習を再開し帰って悪化し、療養が長引いていることを打ち明けていた。2012年9月23日、中西は再び新日本のリングに上がり復帰戦を行うことを発表した。10月8日、両国大会で492日ぶりに復帰した。名優、長田、ストロングマンと組、 カオスの矢野2、飯塚隆史、石井智博組と対戦し、矢野にホールを喫するも大きな感動をファンに与えた。その後、復帰戦で敗北を喫したカオスの矢野、飯塚と構想を繰り広げていった。2013年1月4日、レッスルキングダム7にて構想を展開していた矢野飯塚組に一種を報いるべく、ストロングマン、アケボの、 MVP とのカルテットで、矢野飯塚高橋博士二郎ボブサップ組と対戦。最後は飯塚をアルゼンチンバックブリーカーでギブアップ勝ちを収め、構想に終止符を打った。その後、4月よりスポット参戦しているムイに目をつけ、6月9日に再び新日本マットに上陸することを予告したムイ軍を迎え撃つことをアピール。 ドミニオン6.222点ウィ世界ヘビー級王座を保持するロブコンウェイと対戦。試合終盤でウィノブルース・サープ社長による妨害工作に気を取られ、最後はコンウェイからピンフォール負けを喫した。2014年1月19日、CMLL、フォントスタ・カマニアにて中西ランドから誕生した覆面レスラー、マスカラドンがデビュー。マキシモと共に、 タイチ道のくくみと対戦し、最後は高からドンデマリボーサでギブアップ勝ちを収めた。9月7日、東金アリーナ大会のメインイベントに登場。長田とのタッグで、無異世界タッグチーム王座を保持する、天子寺、天山広吉小島聡組とノンタイトルマッチで対戦。長田との合体ギー,イーストゴールドを炸裂させたのを経て、 最後は長田が小島にバックドロップホールドを決めて勝利。試合終了後、長田がリング上で天古寺の保持する無いタッグ王座に挑戦を明かし、王者側もこれを承諾した。9月23日、ディストラクション委員岡山にて天古寺とタイトルマッチで再戦したが、長田が小島からピンフォール負けを喫して王座ダッシュには至らなかった。2015年8月19日、 プロレスリング、ノア主催のアルカス杯争奪6人、タッグトーナメントに出場。マイバッハ谷口、マイバッハブルージャスティスと組、自身も、マイバッハドンナル覆面レスラーに転身して、マイバッハトリオを結成。1回戦で、キャプテンの&、マイキー・ニコルススペル・クレイジー組、2回戦で、杉浦・隆&、斉藤明俊・昭キクワイエット・ストーム組を退け、決勝戦で、 鈴木軍、鈴木ミノルイズカ&、エル・デスペラード組と対戦。最後は谷口が、マイ・ワッハ・プレスで、デスペラードから、ピンフール勝ちを収め同大会を優勝した。2017年1月5日、ニューイヤー・ダーシ、にて、棚橋、田口隆介とのトリオで、ネバー無差別96人、タック王座を保持するロス・イン・コベルナ・ブレスで八本、サナダエビルブシ、以下、LIJ と対戦。 ヘラクレスカッターで武士から勝利を収め同王座を奪取。後に、中西は、棚橋と共にパートナーである田口を監督と指示するようになり、監督の名字を頭につけた新ユニット、田口ジャパンを結成。同ユニットの A 代表として活動したが2月11日、ザニュービギニングに大阪にて、LIJ とのリマッチに敗戦してしまい、ネバー6人王座から陥落した。 詳細工なしのパワーファイトが慎重だが、最近ではその体育から繰り出す迫力ある飛び技など、対戦相手やファンを驚かせる技も使うことが多い。時事ネタを技なに用いて新たな技を使い始めることもあるが、短期間で使われなくなることも多い。中西は一部の技に行く前に、特定のアピールをすることがある。ただし、それはずっとしているわけでなく、しばらくすると、 新しいアピールをし出す。2000年代当時、新日本プロレスの選手では長野に次いでメディア出演が多かった。長野が教養番組等に出ているのに対し、中西は天然ボケキャラとしてバラエティ番組に出演しているのがほとんである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。